ご覧いただきありがとうございます。今回は先日行われましたチャンピオンズリーググループステージ最終節、インテル対レアルソシエダの一戦についてお話ししたいと思います。結果は0対0のスコアレスドローという結果となりました。この試合のスタメンはマルカの予想とは少し違いまして、腰痛が心配されていたセンターバックのスベルディアは無事先発となりまして、ブライス・メンデスの代わりに予想されていたトゥリエンテスではなくザハリャンが右のインサイドハーフに入りました。両者首位突破をかけた一戦でしたが、やはりグループステージ突破はすでに決まっている状況もあったのか、両者ともにあまり無理をしない試合の運び方と言いますか、インテルは守備をしっかり固めてそこからカウンターを狙ってくるような体制で、逆にソシエダはボールを持たされるような形で、ソシエダのポゼッションは圧倒的に高いんですが、それもリスクを負うような無理な攻撃は仕掛けないような、そんな時間帯が長く続きまして、両者ともに決定機はほとんどなかったんですが、前半38分、インテルが後方からのつなぎで自陣からフォワードのマルクス・テュラムがボールを受けて、一気にソシエダのゴールエリアまでボールを運んでいきまして、インテルが数的有利でしたのでソシエダとしてはかなり危ないシーンだったんですが、結果的にはムヒタリアンのシュートをトラオレがシュートブロック、さらにその一つ前のプレーでアレクス・サンチェスの折り返しが先にゴールラインを割っていたということで、ソシエダとしては難を逃れました。前半決定機という決定機は両チーム合わせても本当にインテルの前半38分のプレーくらいだったと思いますし、見ている方としてはインテルは勝たない限り2位から変わることはありませんでしたので、そうなるとインテルには失うものはないわけですから、もっとインテルがオープンに攻めるようなアクションがあってもよかったのではないかなと感じた前半でした。後半61分、サディックに代わりトゥリエンテスが入りました。左ウイングにザハリャンが入って、インサイドハーフにトゥリエンテス、サディックの位置にオヤルサバルが入る形となりました。交代時にサディックはかなり不満げな様子でしたけど、後半は割とオープンな展開となっていったものの、あのままサディックがプレーしていてもビッグチャンスが生まれたかというと、そこまでオープンにもなりませんでしたし、今日の試合は展開的にも仕方がなかったかなと思います。後半68分、ソシエダ右のコーナーキックを久保が蹴りまして、ニアでメリーノが潰れてオヤルサバルが中で合わせましたが、シュートしきれず、相手のクアドラードがオヤルサバルをホーディングするような形で、オヤルサバルはシュートしきれなかったんですけれども、体ごと挟み込むような状態でしたので、あれでシュートを打つのは無理ですし、 VAR 入ってもいいんじゃないかなと思いましたが、オンフィールドレビューには移行しませんでした。前回のビジャレアル戦のようにはいきませんでしたが、かなり惜しい久保からのコーナーキックでした。後半75分、右サイドのライン際にボールを受けた久保が相手2枚をダブルタッチから流れるようにかわしていきまして、一気にペナルティエリアに侵入、さらに3人目のチャルハノールを抜いたタイミングで久保が倒れまして PK の判定、チャルハノールにはイエローカードが提示されました。ただこれがすぐさまオンフィールドレビューへ移行しまして、これまたすぐさまノーファールの判定に覆りまして PK は取り消し、逆に久保のシミュレーションということで久保にイエローカードが提示されました。
だいたいオンフィールドレビューってこう何度も同じシーンが流れる映像を主審が繰り返し見てジャッジすると思うんですけれども、走って映像を確認しに行って一瞬だけ映像を見てすぐさま PK 判定取り消して久保に速攻イエローという主審の流れるようなスピーディーな取り消しには少し笑ってしまったんですけれども、まあ確かに足はかかっていませんでしたし、逆にチャルハノールはよく足を引っ込めたなと思いますけれども、それよりもメッシ張りの流れるドリブルで一気にペナルティエリアまで侵入して一人でチャンスを演出した久保のプレーは圧巻でした。76分ザハリアに代わりマグナセライア、スベルディアに代わりアリツが入りました。後半86分にはアイヘンムニオスに代わりティアニー、久保に代わりカルロスフェルナンデスが入りました。ビジャレアル戦に続き久保は今節も86分までの長い時間プレーする結果となりましたが、確実に今節もソシエダを牽引していましたし、ソシエダの攻撃のスタートは久保から始まっていたように感じました。とにかくアウェーのインテル相手に堂々とあそこまでプレーしていましたし、もちろん疲労はあった中でのプレーだったと思いますが、今節も素晴らしい活躍だったと言えると思います。後半ロスタイムにはインテルのクロスがファーサイドでフリーの状態のラウタロ・マルティネスに流れまして、あわやまたしてもラウタロ・マルティネスの終了間際のゴールかと思われましたが、本当にギリギリのところで枠をそれましてゴールは生まれず、このまま試合はスコアレスドローで終わりまして、ソシエダはインテルと同じく3勝3分けの勝ち点12ポイントでグループステージをフィニッシュしまして、得失点差により首位突破を確定することができました。チャンピオンズリーグ決勝トーナメントの組み合わせ抽選会は日本時間で12月18日月曜日19時半からワウワウで生中継される予定です。首位突破を確定させましたので、マンチェスターシティやアーセナル、バイエルミュンヘンといったメガクラブとの対戦をベスト16では避けることができたのは本当に大きいですし、どこと当たっても強いクラブしかここからいませんけれども、ベスト8に進むための大事な抽選会、すごく楽しみです。決勝トーナメントラウンド16のファーストレグは来年の2月中旬頃に予定されております。ソシエダは次節ラリーガ第17節をホームで迎えます。対戦相手はレアル・ベティスとなりまして、12月18日月曜日深夜0時15分キックオフの試合となっております。リーグ戦も落とせない、かつ怪我人も増えている状況で余裕がない状況が試合が続いてい、ま、いきますけれども、また次節も応援を頑張りたいと思います。また試合前にはスタメン予想の動画アップしますので、ぜひよろしくお願いいたします。ということで今回は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いいたします。それでは失礼いたします。